上、姉上、そんなに私が憎いのですか。来る日も来る日も生ゴミのように扱われる私を照らしてくれる光などきっとないのでしょう。私は何も持つことを許されない。あ、それでも、それでも神よ、希望にすがりつく意地汚さだけはどうか抱えて生きることをお許しください。ま、こんなもんかしら。綺麗。なんと儚くけなげな少女。今そこにいたのはペネロペではない、完全に別の人間だった。すごい、すごいよペネロペ。やっぱり一流の女優さんってめちゃくちゃすごいんだね。せやろせやろ、まるで別の人間が憑依してはるかのような迫力、視線を奪ったら離さへん存在感に表現力、いつ見てもペネロペの演技力には惚れ惚れするわ。褒めても何も出ないわよ。今さらながら不安になってきたぞ。あれが本物の演技、あんなものが俺たちにできるのか。うぬぼれないでよ。私と同じことが素人にできてたまるものですか。だけど私が教えてるからにはそんじょそこらの三流役者くらい圧倒してくれなきゃ困るわ。さあ始めましょう。まずは今のあなたたちの実力見せてちょうだい。はい、よろしくお願いします。俺はお前を許さない。俺は正義で、正義だからだ。素敵です、正義の海賊様。敵はすべてこの姫が内首に処しておきました。無念なり、ああ無念なり。一つ聞くけど、真面目にやってる？もちろん、全身全霊で。大真面目だ。才能がなさすぎるわ。5年後の大会を見据えていきましょう。先すぎるよ、そんな悠長にやってられないんだってば。教えてペネロペ、私たちの演技のどこが問題なの。舞台に立とうとしてるところよ。全否定か。こら重傷やな。安請け合いなんてするんじゃなかった。ここまでひどいとは。いろいろ言いたいことはあるけど、まずあなた。俺？セリフが全部軽い。あんなにペラペラ薄っぺらな正義って言葉初めて聞いたわ。ひどい。次にあなた、勝手に自分を姫に設定したくせに暴力的表現に特化しすぎ。よかれと思って。俺はどうだった？照明と小道具の担当になりなさい。俺を舞台から遠ざけようとするのはやめろ。覚悟を決めるしかないわね。この私の教えを受けておきながら舞台を汚すような演技をするなんて絶対許さない。特訓よ。今夜は朝日が昇るまでしごいてあげる。徹夜ってこと？当然、大根役者に安らぎなどないと知りなさい。あかん、完全に想定外や。疲れた。もう朝日昇ったんじゃないの。少しはマシになってきたじゃない。5歳児のお遊戯程度にはなったかしら。でもまだまだよ、もっと演技の基本。ペネロペ！ありがとうユナ、助かったわ。大丈夫ペネロペ、今ユナが支えなかったら倒れてたよ。なんでもないわ、ちょっと立ちくらみしただけ。さあ練習を続けましょう。あかん、
もう今日はしまいや。家帰って休まな。拒否はさせへんよ、ペネロペ。カナボンたちも、それでええか？ガンニーナ。うん。ペネロペ、本当に大丈夫なの？大丈夫よ。少し寝れば回復するわ。ユナが大げさなだけなんだから。ならよかった。今日はここまでにするけど、自主練はしときなさい。明日はもっとしごいてあげるんだから。今日よりしごかれるの？地獄だ。それじゃあ明日、お楽しみにね。